きく沸きました。さあ前向きでボールを持てるか。森島から左の山中へ、山中が抜け出す、中央へ今度は入っていく。こぼれ球に対応したボーラーグランパス、シュート決まった。さすがという落ち着いたプレーを見せました。最後中山勝弘、新加入の選手が、ただいまの得点は名古屋グランパス背番号27、中山勝弘、38試合8得点、その得点力の高さを見せる挨拶代わりの一発を決めてみせました。これで FC 岐阜対名古屋グランパス1対1の同点です。今も前線にずっと張っている中でどう攻撃を作ってくるか。ここはユンカーを裏へ走らせようというパスでしたが、その守備の網にかかります。ここもユンカー、ユンカー中に入れて、こぼれ球もフリーで待っている、またユンカーか。ここは森島、森島が最後決めました。これで名古屋グランパス逆転に成功です。やはり最後のクロスは山中でした。最後の得点は名古屋グランパス、そして森島が決めてというグランパスらしい、新たなグランパスらしい形が出ました。胸トラップからのボレー、体勢を崩しながらもゴールネットを揺らしてみせました森島司。逆転弾を決めて名古屋グランパス2対1逆転に成功しています。